相手はリトリートしてバイブバックで来るっていうのは分かってましたので、まあ90分通してじれずに戦おうと、まあそのような形で前半戦勝負を出して、まあ何個かチャンスはあったんですけど決めきることができず、まあハーフタイムでは後半も変わらずに続けて、まずは1点しっかりと取りに行こうというような形で最初に出しました。まあセットピースは、まあこのゲームはキーになってくるんじゃないかなっていうところで、まあ早い段階で PK 獲得できたというのと、まあコーナーキック2本決めれたというところは、まあ本当に最後まで選手が集中切らさずに